ピナーベイトにスナップは動き悪くなりますか？あら？ちょっと見えるかな。輪ゴムゴム缶があるんですよ。今うち売り切れてるから今直ちに作らせます。ここにゴム缶をこう入れるんです。50円で売ってます。イタコスイングセンター行くと、ここに加えるとここでスナップをつけることができるんです。はい、50円。はい、50円です。これ1個じゃないよ、いくつも入って50円になる。はい、風が吹いたらスピナーベイトが釣れると聞きましたが、どうしてですか？どうしてか聞きたい。風が吹いてくるでしょ。あれってミジンコって分かりますかね、皆さん。風が吹いたらミジンコがそちら側に行く。まあそれを食べにですね、そちら側に魚が行く。さらにですね、そこには風が吹いてくると魚の死骸だとかそういったものも流れ着いてきますね。それを食べるためにザリガニなんかが行きますね。エビも集まってきます。さまざまな、要するにバスの餌になるやつらがですね、いっぱい来るわけですよ。ベイトがいっぱいいる、そこにいっぱいいて、キランキランやってる、キランキランやってるのは何？スピナーベイトでしょ、ね、スピナーベイト、風が吹いてきたらスピナーベイトが一番いいよというのは、そこから来てます。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン、YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問、こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。